つの真実見抜く、体は子供、頭脳は美少女、名探偵小麦。犯人はお前だ。またどこぞのお子様探偵のような格好。いいじゃない、調べ物は探偵のお仕事でしょ。さ、聞き込みにレッツゴー。まずはどこから聞き込みに行く麦か。文書の出所は俺もわからないんだよ。そうですか。そういうのに詳しいやつが心当たりがあるんだ。え、本当ですか。ごめんください。こちらにアイドルについての生き字引さんがいるって聞いてきたんですけど。あと1枚、あと1枚。じゃあ今度はこうだよ。はキャン。最高。どうぞどうぞ、何でも聞いてください。君、メグの怪文書読んだ？読みました。でも、もともと僕は巨乳アイドルに興味はないし。小麦さん、これからの時代は貧乳ですよ、貧乳。もうなんか納得できないものか。小麦ちゃん、ごめんごめん。ところで君、あの怪文書を流した人に心当たりがあったりしない？私探してるんだけど。ええ、多分あいつだ。て見当はつきます。本当？ええ、そいつはずっと以前からメグについての怪文書を流してたんです。その人、どんな人？僕らの間では有名なやつで、女です。メグをとても憎んでましてね。昔キリプロスカウトキャラバンに応募したそうで、その時優勝したのがメグだったそうです。それでその女は、メグさえいなければ自分が優勝できた、あいつさえいなければ許さんと、メグを恨むようになったそうです。君がいなければ優勝できたってことは、やっぱりすごい美人なのかな。美人は性格歪んでる人も多いのに。そういうの、
ととか分かったりする？ええ、何度か連絡取りましたから。本当？多分、そいつが犯人だね。急ぐ麦。あの怪文書は思った以上にそこら中に広まってる麦。早くしないとめぐみちゃん、もっととんでもないことに巻き込まれる麦。嫌われた上に京介さんまであんな風に。私のタレント生命もこれで終わりなのかしら。もう絶望よ。このまま生きているよりも、そう、自らの手で命を絶つ。それも今すぐ。若く美しい今の姿を保てるように。その方がずっとマシね。若くして死す。私ってばなんて悲劇のヒロインなの。ん？もしかしてメグさん？これはメグだったのか。みんな、ここにメグがいるぞ。メグだと？俺ネットであの文章読んだぜ。私はテレビで。僕は新聞で。いいですわ。騒ぎがますますグレイトになってきましたわ。あそこに。よし、追加。めぐみめ、許さん。間違いない麦。中の人などいません。そいつは失敬じゃなくて出てきてください。何、誰よ一体。あれ、あのあなたは。あんたこそ何よ。あの昔のキリプロスカウトキャラバンでめぐみに。なんであんたがそんなことを。もしかして予選で落ちました。それのどこがいけないの。間違いない麦。彼女から強いウイルス反応がする麦。性格悪い美人のはずじゃ。何よ、私が美人じゃないって。
確かに私は恵みに負けたわよ。今私のどこが劣るの？どこも劣ってないじゃない。あいつの売りがバストですって？だったら私の方が勝ってるわよ。一瞬意識が飛んでしまった。僕もだ、麦。ともかくあなたが感染源ならウイルスを削除させてもらいます。そうはさせないでございます。現れましたね、おポンチナー。増殖させたウイルスを削除させはいたしませんわ。それでは、レッツビギンでございます。アイドル業界はカオスフィールドにふさわしい。思った以上の勢いでウイルス増殖に成功したでございますわ。それがお前の企みだったのね。あついでにあなたもその場所で股をつけて差し上げます。行きなさい、逆恨み女。覚悟はよろしいでございますか？レッツビギンでございます。いくぞこれ。チョコマカト、これまでのようでございますわね。最後にいいものを見せてあげましょう。ご覧なさい。あの恐竜タレントは大変なことになってらっしゃいます。めぐみ大変無理。私の作戦のグレートな成功を見ながら思いっきり悔しがりなさい。
ういえば、あんなこともされたし、こんなことも言われたし、その上さらに、あんなことも、こんなことも！小麦ちゃん、今は思い出せない方が。どうしたのでしょう？俺、何してんだろう。え？あれ？あんた、タレントのメグじゃない？はい。いやあ、俺ファンなんだよね。サインもらえない？本当だ！メグだ！俺もファンなんだよ。サイン、俺にもちょうだい！どうなってるの？なんとか騒ぎは収まったけど、あなたにも責任があるんだよ。もう逆恨みはやめなよね。あなたにはあなたなりの魅力があるんだから、別にめぐみなんて恨まなくてもいいじゃん。魅力？うん、そうよね。私魅力的よね。いい、分かったわ。私もメグなんて恨まない。私自身もう一度タレントを目指せばいいのよ。そしてメグを見返してやる。私の魅力があれば簡単なはず。そうよね。どうしたのよ。知らないの？あの映画やめになったの。やめ？一体どういうことよ。スケジュールの遅れがたたってな、予算超過で制作中止さ。この業界じゃ
まあまああることさ。めぐみ、そう落ち込まないで。きっとまた次はあるって。あんた、もしかして喜んでない？かぶり物やらずに済んで。当然よね。あんな格好せずに済むんなら、私だったら嬉しいわ。何よその言い方は。人の好意を無にしてませんか？あんたに好意なんて本当にあるの？また始まるよ。まあ、あんだけ元気があるなら立ち直りも早いんじゃない？
に比例するが、今後は私のメイドの一人として同時に選択、日々の悪事に精を出していただきます。そしてこの世界